今日のワインはこちらです。どうも皆様、ゆきおでございます。本日もゆきおとワインをやっていきましょう。以前にもご紹介したチェコのナチュラルなワインの作り手ヤクブ・ノバークという人のワインです。以前にやったものは白ワインだったんだけども、今回は赤ワインです。で、品種がピノノワール、チェコのピノノワールですね。産地はモラビア、南の方の、チェコの南の方の地区で、オーストラリアがさらにチェコの南には隣接しているので、その辺の地域ですね。オーストラリアが近い場所かな、なってるんだけども、いやー、なんたってね、昨日ね、急に話を変える昨日友達の家に行って、ワインのね、ワイン飲み会というか、自分がチョイスしたワインを、持ってって、みんなで飲み会みたいな感じのことをやったんだけど、めちゃめちゃ楽しくて、で、その時の動画も あるので、よかったら見てください。よろしくお願いします。で、いろいろ飲んでね、なんかそういった楽しい休日を過ごして、で、今日もね、お休み日曜日ということで、なんかゆったりした感じの今日は空気感だったので、家がね何もしてなかっただけなんだけど、俺がどんなワイン選ぼうかなっていう時に、パッとね、そういえばそろそろ10月も入ったし、秋になってきたので、ピノノワールやっぱね、また飲んでこうかなと思ってね、と思ったら今日暑くて10月じゃないじゃんっていう暑さなの。大丈夫、本当にこんなに暑くていいのかなっていうぐらい暑くなかったわ今日今日って、もうみんな多分今日じゃないけど見てるのはね、なんだけど、でもね、そろそろそういったね、秋から冬になるにつれて、やっぱり赤ワインがね、欲するこの体になってくるので、その入り口の中ではやっぱピノとかいいのかなとか思いつつ、これをチョイスしました。今ね、俺持ってる中でピノって多分これしかなかったと思うのよ。もう一個あったか、あれしか開けられないなっていうのがあったんだけど、なんとなくピノの気分だったので、今日はこちらを開けます。で、ヤクブ・ノバークさんは意外と白ワインが、2019年のワインだったんだけど、これは2020年なんだよね。なんかだから出たタイミングか、それともそのお店にあったストックがそうだったのかって、お店はね、ですね、チェコのプラハという都市のワインギークというお店で買ってきました。そこもかなりナチュラルワインが多くて、店員さんと話してたら、結構いきなり最初にまずこれがおすすめだよって言われて、ね、出していただいて、でそこからいろいろ話してって、この方の白を買ったので、なんかやっぱりね、ここのピノはすごいいいとの評判だったので、でちょっとネットも調べてみたら、結構そのヤクブ・ノバークさんは2012年頃からワイン作り始めてるんだけど、まだ若い生産者だけど、向こうでもかなり人気で、で年間数千本、1万本作らないぐらい、6000、7000本なんかぐらいしか作らなくて、もう量もすごい少ないらしくてね、向こうでは本当にちゃんとした、しっかりとした高級レストランみたいなとか、なんかそういうワインナチュラル関係のお店とかで、あとは世界見てもロンドン、コペンハーゲンとかの書いてあったかな、その辺にはあるって書いてあったけど、多分日本にはまだ入ってきてないっぽいんだけどね。だからちょっとすごく気になるピノなので、こちらを今日は飲みたいと思います。はい、ゆきおとワイン。はい、色合いは淡いね、すごく淡いです。本当に、綺麗なね、ルビーから少し中心は濃くなるような雰囲気あるけど、でも全体的にはね、かなり淡めで、結構この優しい感じの色味してますね。コルクにもちゃんとこのヤクブ・ノバークさんのお名前が彫ってありますね。彫ってるというか書いてありますね。かっこいい。この V と A のね、判定がかっこいいよね。淡いね、かなり淡い、濃いめのロゼって言ってもいいぐらいの淡さかもしれん。なかなかどうだろう、すごく不思議な、いろんな要素が入ってる感じの雰囲気だな。
いや面白い、なんだろう、まあ、すごくナチュラルな作りなのは間違いないんだよね。もうアルさん多分加えてないのかな、で野生酵母だろうし、いろんなこの果実の風味もあったりして、でもその果実の雰囲気が非常にエレガントで上品、ブルゴーニュっていうようなピノの方向性ではなく、なんとなくチャーミングさがある中に、何の香りなんだろうな、これやっぱり醸造から来る独特のその香りの中に、まあ、少しその、まあ、ワインビネガーのような少しビネガーお酢っぽいような感じの香り、まあ揮発酸酢酸って言われるような香りが出てくるのもあるし、ただその中にお花のね、綺麗なお花の香りとかね、なんかそういうのも入ってきて、本当に少し香水のようなそういうこのインパクトのある香りが出てくる時もあるし、複雑です、いろんな香りが入り乱れてる感じ。なんかでもね、うわーなんだろう、不思議、スワリングします、すごく興味深いワインだねこれ。あでもピュアでナチュラルで、少しそのあの土とか森に入った時のような少しその木の感じ、これ樽の木じゃないかな、だろうな、すごい不思議、ハーブなのかな、だからそういったこの野生の中、自然の中に入り込むような感じの雰囲気を感じるようなすごいワインだな。面白い、非常に面白い。まあ、気候はね、冷涼にはなるのかな、ピノの産地の中では。もうどうなんだろうな、ドイツとかと同じぐらい、緯度的にはどうなんだろう。うわでもちょっとね不思議、飲む前にごめんねいっぱい話しちゃって、なんか凝縮した感じの果実ではなくて、本当に少しこの何ていうのかな、綺麗な果実、上澄み、まだ飲んでないけど、上澄みのこの純粋なこの一番いい液体の部分だけ、あとはもうどんどん沈んでって降りとなっていくみたいな、なんかそういった上澄みの綺麗な果実の部分だけをこうスッて抜いたような感じで、なんとなく繊細さもあるし、なんか日本のピノノワールにも近いような感じもあるし、ドイツのピノノワール、シュペルトブルグンダーにも近いような感じもするし、どこの国かって問われたら多分絶対ブランドじゃ出てこないような雰囲気なんだけど、なんかね、日本っぽい雰囲気もあるんだよね、すごく不思議です。いただきます、飲んでますね。これはすごいと思う、これはすごいわ。やっぱりなんかこのいいワイン、美味しいワイン、すごいワインなんか言い方はいっぱいあるんだけど、それの判別する方法の一つとして、やっぱり口当たり、テクスチャー、この舌に液体が乗った時に感じるこの滑らかさとか、そういうのってやっぱり一つの要素としてあって、このピノはすごい柔らかい、めちゃめちゃタッチが柔らかい、シルキー、いや、このね、もう本当に渋沢担任分なんて、どこ行ったのっていうぐらい軽くは感じるんだけど、でもその液体のその一つ一つのこの一滴一滴の中の要素が多分すごく凝縮して情報量が多いから、全くこの飲んだ時にこうなんていうかな、液体としては情報量が多い分、飲んだ時の満足感はすごいあるんだよね。でもその軽くタッチはもうライトだから、これでそのいろんな香りの要素がないと、もうめちゃめちゃ軽くてあれってなっちゃうかもしれないけど、あのテクスチャー柔らかいんだよね。いや、なんて言うんでしょうか、本当にいろいろな表現が出てくるワインっていう感じで、めちゃめちゃ面白い。これはでも本当に美味しいんだけど、かなりナチュラルに寄っちゃってるし、好き嫌いはすごく出るような気はします。ただ今その世界的にこの有名なレストランとか、やっぱりどうしてもこの
食事とかを食べるときに素材の味を生かしたり、少し味付けとしてももう濃厚なヘビーな料理というよりかはある程度ライトな感じで、でその素材の味がありながらライトで綺麗に口の中入れた時に色の良さが入ってきて、それが混じり合ってその一つになるっていうような、ね、そういった料理作る方は多分結構多いんじゃないかなっていう印象なんだけど、僕の中ではね、でもそういった料理とはすごく合うんじゃないかなって思う。なんていうかな、いろんなそういう素材の味がストレートに来るような料理とかと合わせると、多分このこれももうすごいナチュラルで、このままなんか本当にその土地にいる、足を踏み入れたかのような錯覚に陥るぐらい、すごく現地の雰囲気を感じる、まあ、畑行ったことないから分からんけどさなんかそういった香りの中にいろんなそういう要素が詰まってるような気がするから、そういう料理と合うんじゃないかなっていう感じがするし、すごいな、こういうワインがあるんだね、チェコにもね、びっくりした。本当にいろんなとことも言える、アルザスもピノかもしれないし、なんかどこって言われたらいろんなとこ、なんとなく雰囲気はこっちかなこっちかなここら辺かなっていうのは出るんだけど、でもこの本当にここの個性っていうのが多分バシッとあるので、なんとなく思い浮かぶけど、でもどこかなっていう感じがその風になってきて、ああこういうワインがじゃあチェコにもあるんだっていうね。いやもう話しちゃう話しちゃう、舌が回る回る今日はすげえワインだ。うん、まあちょっと冷静になってテイスティングすると、もちろん酸もあるし、酸がすごく綺麗でシャープな酸じゃないから、やっぱりテクチャーが柔らかい分こう酸も柔らかく感じるんだよね、うん、でも、まあ、酸も感じるいい酸っていうのかながあるような気がします。そうだね、今日はちょっとまたねパンを用意していただいているので合わせていこうかと思います。合いそうな気がするな、うん、こちらライ麦 50% 奥様がこれも作ってくれました。これがクリームチーズに合っちゃうのよ。本当になんか酸味が高いパンはこういうチーズすごい合うよね。よいしょ。でしかもやっぱりこれルヴァン天然酵母を使っているので、おいしい、うん、美味しいね、合います、非常に合います。うん、なんかこんな、なんだろう、この独特の香りが一体なんだろうっていうのが、うん、でもすごくまあ農民なんか、うん、農家の作ったワインっていう感じ、それをすごく洗練されてピュアにしたような感じの、なんかね、うん、すごく都会的なワインとかね、すごい洗練されたソフィスティケイトったら、ソフィスティケイト洗練されたような味というよりかは、やっぱりこの農家の、本当に農家の方が作ったワインでも、それがこのやぼったくなったりして、そのいうよりかはよりピュアで、いやなんていうのかな、飲んでみてほしい飲んでもらいたい、みんなにで、いろんな意見を聞いてみたい、これに対してどう思うのかっていうのを、うんね、すごいね、うん、僕はすごい好きだし、すごいワインだと思うこれは、うん、めちゃめちゃいい経験になってる、これはすごいね、ワクワクするもん、なんかやっぱりね、ワクワクするワインっていうのがなんか難しいんだけど、もちろん美味しいワインだって好きだし、ね、その偉大なワインとかね、すごいやっぱ好きだけど、何が最近このね、もう僕も40を超えていろいろワインのね飲み方もね昔とは違ってきたような気がするんだけど、じゃあ一体何が自分の中でねこの飲んでて楽しいとかいう風にね感じるのかって言ったら、やっぱりねワクワクするワインがね一番楽しい、こう新しい発見とか、なんかこの生産者もしかしたらもっとこういう風になっていくのかなとか、なんかそういうね、そういう発見をさせてくれるワインがやっぱすごく今楽しく感じて、それはもちろん向こうね、ヨーロッパ行ってきた時にいろんなそういう知らないワインいっぱい飲んできたから、よりそういう感じに自分の中でなってるのかもしれないけど、うん、やっぱりそういうなんか、あこういう味するんだこのワインはとか、決してそれがまあね好みとか好みじゃないっていうのを抜きにして考えても、なんかそのワクワクするワインっていうのはね
ってそういうのと会った時はすごいなんかこうなんか心がね踊るというかそういう感覚になるのでなんかすごく、うん、最近自分の中ではそういう風なワインの飲み方になってきたかなっていう感じかな、うん、もちろん美味しいんだよ美味しいワインだから全然好きなんだけどなんかワクワク感っていうのはねあるかな、うん、なんていうのかねいろいろねいや話すと止まんなくなるなこういうのって、うん、っていういろんな話が出てきちゃうぐらいいいワインっていうことだと思う。一つのワイン飲んだだけでいろんな会話ができるっていうのはねすごくいいことだしね、うん、素晴らしいワインです。いいなあ、すごい。感謝だね。いいワインと出会えたっていうのは本当にいろんな方に感謝しなきゃいけないからね。ありがとうございます。はい、ということで本日ご紹介したワインはヤクブ・ノワークのピノノワール。あ、モドゥライ、モドゥライピノノワールって言ったかな。モドゥリーかな。ピノノワールでございました。はい、12% なんだね。いい心地いい。アルコールドスだった、うん、ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録と高評価もよかったらよろしくお願いします。今日もありがとうございました。それでは皆様じゃあね、バイバイ。